はいどうも、クワです。今回はですね、台湾動画のまとめ動画、台湾のまとめ動画になるんですけども、今回ね、テーマが乃木坂46と共に旅をする、乃木坂46のライブに行く台湾みたいな感じで、結構ね、会社のが終わった金曜日に会社が終わった定時で上がって、そっから成田に向かって、そっからさらに成田に向かって飛行機乗って台湾行って、で結構過酷な旅をしてみました。金曜日の23時日本時間23時の便に乗って、土曜日の2時半とか3時ぐらいに台湾に着いて、そっからホテルまで1時間とかクタクタになりつつ、やっと到着した台湾だったんですけども、その到着した日の朝から活動的にね、行動をさせていただいて、台北市内はもちろんなんですけども9分、1時間バスで1時間、電車とバスで1時間半とか2時間弱ぐらいのところも行ったりして、まあ、結構回ったんじゃないかなと思ってます。観光は結構回れるとこは回ったって言った気持ちではあるんですけども、実際多分ね、まあもうここ回れてないとか多分いろいろあるとは思うんですけども、台北101にも行って、展望台で視界の悪い中ね、いろいろ眺めたりして、まあ普通の、いわゆる普通の観光コースも行けたんじゃないかなと思っております。でですね、今回のメインが、動画のタイトルとか何度も言ってるように、乃木坂46のライブに参戦するために台湾に行くっていうところだったんで、正直それ以外の目的はどうでもよかった。まあ日本から参戦する人っていうのもなかなかいない、まあそんな多くはないとは思うんですけども、かなり良かったです。なんか海外でのライブ初めて、まあアメリカ時代にね、何回かライブにはもちろん行ったことがあって、慣れてはいたんですけども、チケットを日本で買ってその国に行って印刷するとか、そういうのは初めてで、なんか結構ドキドキ、なんか本当にちゃんとチケットが印刷されるかとかいろいろ調べてて、もうドキドキだったんですけども、なんとかなってよかったかなととりあえず思っております。で今後ね、多分、上海とか、まあ違うところでも乃木坂ライブすると思うし、まあ他のねグループがライブもすると思うんでね、興味があったらぜひ行きたいなとは思ってます。台湾の夜市、ナイトマーケットに行ってですね、ちょっと驚いたことがあって、ナイトマーケットでなんか唐揚げとか、まあそれこそロブスターとか、絶対お酒のおつまみなのにお酒があんまり売ってないんですよ。で なんでだろうと思って、お酒をファミリーマートで買ってそれを飲みつつナイトマーケットに行ってつまみを買いつつっていうことをやってたんですけども、もうすごい気になって、だってこんなにお酒に食べ物が合うのに、なんでお酒ぐらい売っといてくれよって思ったんですけども、なんか台湾人はその食事とお酒を一緒にするっていう文化がないらしくて、これもちょっと食文化の違いとしか言いようがないと思うんですけども、だからナイトマーケットでもお酒を売ってるところがほとんどないし、なんかこうレストランとか入っても、夜ご飯レストランとか入ってもお酒を飲みながらご飯を食べてるっていう姿全然見かけなかったです。まあお酒を置いてないレストランすらあると、困った話ですよね。なのでちょっと台湾でいろいろ行かれるっていう方は、お酒飲みたいっていう方はぜひね、注意して、なんかお酒あるって店に先に聞くとかした方がいいとは思います。で僕みたいにナイトマーケットで夜ご飯を済ましちゃう人は、ファミマとかセブンでコンビニで、飲み物お酒を買って、それを飲みながら、ナイトマーケットで買った飯を当てにするというか、つまみにするっていうのもかなり僕は結構満足の方法でした。なんでね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。なんか別に変な目では見られない、お酒をみんなが飲んでないからって言って自分一人がお酒を
そのナイトマーケットで飲んでいても別にそんなに変な目で見られないっていうか、僕は気づいてないだけかもしれないですけど、まあ、そんなとこを気にするところではないのでっていう感じで、なんか台湾は意外と近くにあってご飯も美味しいし、小籠包ももうほんと小籠包最高だよね、小籠包最高だよねっていうところから始まり、エビチャーハンもうまいし、なんかとりあえずねご飯が美味しいんだわ。なんかやっぱ日本人の好みに合ってるというか、日本人の味濃いご飯が好きな人の好みに合ってるっていう感じで、すごいねご飯が美味しかったです。であとまあお酒の問題だけですよね。お酒が一緒に飲めればもうなおよし、なおよしのよしっていう感じでしたね。なんでね、台湾は多分 2、3週間後、3、4週間後にスカイランタンフェスに行こうとは思ってるので、まあそこでいろいろまたね台湾を楽しめればいいかなと思います。ということでですね、まあ週末弾丸台湾っていう感じで、来てみました。まあ実際は月曜日も僕会社を休んでるんで、週末弾丸というよりかはまあ土日月3連休弾丸台湾ぐらいの感じではあるんですけども、まあ結構いろんなとこを観光では回れるのかなって、僕あんま別に観光好きじゃないんであれなんですけど、観光をやろうと思えばいろいろ回れるのかなと思った3日間でした。でそしてあとまあ別企画でね、インタビューを台湾人にさせていただいて、乃木坂を知らない人に誰が一番可愛いかみたいな感じでインタビューをさせてもらって、結構ね親切、本当に親切に答えてくれて、なんかまあ時々今忙しいからちょっと待ってとかやめてとかまああったんですけど、台湾人の優しさね、本当に優しい、なんだろうね、あんなに優しい人種がいるんかってぐらい、日本人だったらスルーしてるんちゃうっていう感じのところもちゃんと拾ってくれて、一緒にいて楽しかったですね。一緒にいてというか、まあ、インタビューしててすごい楽しかったんで、またね次回台湾に来た時には、まあ、乃木坂メンバーのアンケートみたいなのも、もう一回違うパターンで、撮っていけたらいいなと思っております。本当に台湾人の皆様ありがとうございました。ぜひねまだその動画見ていただけてないという方はぜひ見ていただければと思いますので、リンクはね概要欄に貼らせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。では。